はい、おはようございます。おはようございます。音楽のお話なんですけども、昨日、ちょっと頑張って、私にとっては長男か、これ絶対弾けないと高校生の時に思えた、メイドインジャパンのチャイルドインタイムのソロですね。まあ、たどたどしいけど、一応最後で弾けたぞみたいな感じで。で、リッチのトリックって多分こうじゃないかな、技術ってこうじゃないかなと思ってるんですけど、その辺ご紹介したいと思います。で、最初はね、そんなに難しくないんですよ。 A マイナーで、この辺から普通に始まるんですね。で、ここでチューニングを確認してたみたいですね。あ、なんか狂ってんじゃないみたいな感じで。で、ここで、あ、出てるやべえってんで、多分ライブで、ここを、こう、ハマリングしながら音程下がったのをちょっとピッチ上げたみたい。で、この辺で、あ、大丈夫、1、2弦、大丈夫ねみたいな確認してから、じゃあ本気で弾くぞみたいな感じになってて。こんな感じですね。こんな感じが。で、ここから今度はこっちにいきなり取りで。これはでも、ペンタレイクのモロダンドでそんなに難しいの。で、これで、このフノートで弾いたのをリアに切り替えて、で、ここで。で、こっからが超難関なんですね。これ多分、これなんだと、他の人たちのを見てもこういうふうに弾いてるの。これ私これ苦手でね、これを高速で雑音出さないためには、ここをあらかじめ押さえといて、ここの3弦、G 弦をプリングで。こうかな。これあんね、私こういうのやり方やってこなかったんで、ちょっと練習しないとこれが。だってこれをね、この、薬指だけでやるとそれ、ちょっと雑音出ちゃうんで、やっぱこうなんでしょうね。で、あとブルーノートを時々交えて、で、あと加減に、これが結構適当に手癖で弾いてるみたいな感じです。で、そのこれを乗り切れば、あとはちょっと楽になってきて、あとここからなんですけども、これをプリングで1つで弾いちゃって、アップダウンで、これは同じ次元上できるんで、で、この辺から楽になってくる。で、次がね、ここで弾いてるんですけど、スライドが入ってると思います。あ、こうか。こうだと思う。ここの、で、やって。この辺、こういうのも組み合わせで。っていうのと、で、この勢いで、あとこれを、本をね、ここは多分こうだと思うんだけど、結構気分で適当に弾いてみたいな。で、下がってて、で、ここは A の音ですね。A の音。A マイナーなんで、で、小に戻って、で、そこから、アームアップで。ここ、マイナーペンタトニック、このところの、で、引き上げるんで、こう、泣き叫んでるような音がするんです。で、なんだっけ、この後どうだったっけね。この辺だっけ、またここに行くんだっけ。で、
で、こっからまた半音ずつ上がっていくんで。で、ここに持ってきたいんですね。これリッチのお得意の。で、で、ここがダブルチョーキングかな。ここのチョーキングセンスと、ここのここをダブルで弾いて、この辺り結構指で弾いてるんでよくわかんない。ここもやっぱりこれなんだろうな。で、まあ適当に弾いて、これも最後の決め。だと思います。だから私はここが苦手。人によってはこれ得意なんだろうけど。これですね。ここちょっと練習しないで言えないのと、あとね、やっぱここだと思うな。で、ウェッジはここのブルーノートをスタートするのもお好みみたい。っていうのと、で、この辺を適当に組み合わせて、こう、スピード感を出してみたいな感じですね。多分格好はね、まあ、いろいろ皆さんの演奏してるのを拝見して、まあ、リッチののがどういう意味というか、まあ、定かじゃないんですけど、ちょうど切り裂きの時にここから結構気分で下がってくるみたいな感じで、リッチもどうするの適当な感じ、こうじゃないかなと思います。リズム上結構練習しないとこの曲は大変ですが、それと思ったけど、イングベ・マルムスティーン の画期的な奏法ですね、エコノミーピーキングだとか、私かなりそのリッチーのこの辺のアイディアにインスパイアされて、それをさらにイングベ流にもっと発展させて行動化して高速化したのがイングベ奏法じゃないかなと思うんですけど、ご本人もリッチ大好きだって公言してるわけだからそうだと思うんだけどね。さすがにね、スキャロプとフィンガーボードじゃないですか。あれはイングベはリッチを真似したかったんだろうと思うんだけれど、プロだからそれを言っちゃうとのオリジナリティに損なわれるので、なんだっけ、古いリュウとかなんかクラシックギターのヒントを得たとかって言ってるけど、リッチに相当インスパイアされてんだと思うんですよ。だからそう言っちゃうとね、あ、なんでリッチのコピーかって言われてるのは悔しいから方は、いや俺はオリジナル考えたんだぜみたいなことをおっしゃってるんじゃないかと思うんですがね、元祖はリッチの工夫じゃないのかな。そこをさらにも発展させたのがインブスような気がするんですが、はい、いろいろ喋ってみました。それじゃ